これはマイケル・ジャクソンは殺されたんですかね。マイケル・ジャクソンはプロポホールっていう、俺もやったことあるけど、あの麻酔ですよ、静脈麻酔ね、これすぐ寝れんだよ、で打ってる間は寝てて、点滴止めると15分ぐらいですぐ目が覚めるって、うん、体にも起こんない非常に便利な麻酔薬ですね。それ何、普通その手術の時に麻酔とか打つじゃない、うん、あれよりも全然強いってこと、うん、強くない逆に、あそれよりは強くないんだ、うんうんうん、あそうなんだ、すごい体の抜けがいいっていうところですごく重宝がられている麻酔なんですね。だから俺もそうだけど、できればこれで寝たいですよ、うん、だってすぐ寝れんの、うん、ただ僕経験あるんですけど、これで何回か寝た、うん、1、2時間とか疲れが取れなかった、うん、だから今はもうしてませんけど、これで8時間とか寝たら楽だな、もしくはプロポホールで最初寝入りっぱなプロポホールで、うん、そのままプロポホール抜いても寝続けられるっていうのはないのかなって勝手に想像したんですけど、うん、意味わかる？わかる。マイスリーで寝るでしょ、うん、でその後4時間で目が覚めちゃう、覚めちゃう、覚めちゃう、でもなんとなく寝るじゃん、おうおうおう、そういうふうにプロポホールもそうなればいいけど、でもこれ麻酔かかりないと危険です。あの僕特に酸素の濃度がみんな99とかあるでしょ、測ると俺93.4なんだよ、はい、低いの、わかんないよ別に。だから呼吸器内科行けって言われたけど、主治医に聞いたら行かないでって、昔からそうだからって言われたけど、80代まで落ちるからね俺、下手したら。でそれあのこうやるやつでしょ、そうそうそう、だって生きてんだからしょうがないじゃん。俺無呼吸が多いから、一昨日ぐらいも検査して、今、うん、お医者さんに検査の表を出したところですけど。え、でそのマイケル・ジャクソン殺されたんじゃないね、多分ちゃんとそれが多かったの、いや見てなかったんだよ、あの酸素とかそういった心拍数とかっていうのを医者がサボって見てなかった間に、ちょっとした事故かなんか酸素が下がったかなんかで死んじゃったんだと思うんですけど、でもマイケル・ジャクソンといえばあれ良かったですよね、あのああウィアザワールでしょ、ウィアザワールド作る前に、ね、ポップスが最高に輝いてる、 あれは良かったな。ネットフリックスにありますよ、ウィアザワールドを作った時のドキュメンタリーみたいな。俺最初はなんだウィアザワールドかと思って見なかったけど、あれはいいです、あれはいい、あれ絶対見た方がいいよ、泣いちゃうから、うん、あれはマイケル最初いるけど最後いないけど、一番最初に来て一番最初に歌って帰ってた、あれだってさ、しかもほらみんながスタジオ来る前にマイケルが歌ってたって知らないもんね、あれ。まあ、ボブ・ディランが渋かった、ね、ボブ・ディラン、ほんでボブ・ディランをほらスティービー・ワンダーがあんまり言うとネタバレになっちゃうからね、うん、はい、次行きましょう。姫香さんとの関係を教えてください。まさかエベックスに、それはないね、うん、俺違うんだよ、キャバクラとかに行っていた時期があるでしょ、もう行ってないけど、うん、大阪に行ってどっか行くとしたらさ、有名な人のとこに行った方がいいじゃん、うん、はい、それで知り合いになっただけの話で、面倒見がいいから何かあると相談に乗ってたってだけで、全く何もございません、残念ながら。いやでも俺見たあれな、やっぱ女の子に人気があるんだ。まあそうだろうね、うん、だって東京ガールズコレクションってだって基本的に女性の客が多いわけでしょ。そうだね、うん、人気はあるでしょ、だってキャバ嬢の何だろうポジションを変えた人だし、もっと変えるんじゃないの、もうキャバ嬢じゃない、もう経営者になっちゃったからね。おじゃあ次、はい、会長さん、陽介さん、こんばんは。久しぶりのライブ配信嬉しいです。お二人の食生活について質問があります。健康やモチベーションを考慮して食べたいものを我慢したり調整したりすることはありますか。お酒含む一流の人たちの食生活が気になります。よろしくお願いします。結構やりますよね、なんか急に、うん、急にある、急にあのファスティングしたり、なんかもう酒やめたとかね、うん、今日はこれ飲んでますけど本当はこれシャレで飲んでるんで、うん、あんま飲んでないですよ。お酒飲むならテキーラ、さっさと酔ってさっさと終わるっていう感じですけど、食事はあのオーガニックに凝ってました。ちょっとね一時期ね、今ちょっとあんまり割と緩くやってますけど、最近は食べてません。なんでかというと体重が70キロだったの俺。デブじゃん。デブです。で70キロあって史上最高になったんでやばいと思ってダイエットして、もう今もう64まで落ちましたけど、うん、まだ1週間ですけど、あどこが落ちたのかなって。それとあのあれさっきの俺言ってた、今よく分かんない、映画館でほら英語始まる前なんか10分ぐらいあって、実際始まる前で俺隣でちょっと指かいたんですよ。ああそしたら寝てないっつうじゃん。 あれどういう意味。あこれもよくあれ意味わかんなかった俺、起きてんだよ俺って、これいやいやいや指かいてたし、頭はずっと考えてんの。
ずっとぐるぐるいろんな俺なんか考えてたなあの時も。でも人から見ると寝てるって指引かいて言ってたの。指引かいそう。だからハワイじゃないバリ島のなんかバリ島になんかそのヒーリングミュージックを聴きながら、うん、ウォーターベッドでひっくり返ってヒーリングミュージックとこの光のね、なんだろう、なんかついたり消えたりするのを見て、なんかそういう瞑想みたいのがあるの。そうやってるといびきかくと迷惑だから足を叩きにくくるっていう風に英語で説明してたけどあんま聞いてなかったから後から知ったんだけど、俺5回ぐらい足叩かれたんだよ。で俺ずっと考えてんだよ、これどうなってんだろうな、これはこの光がこうだからだって。あ、そういうことを考えてる。考えてるのに足パンパン叩かれるからなんで叩くのっていう感じだよ。4回も5回もおばさんに叩かれるから終わってから頭来てなんか足叩くんだよねって言ったら、会長指しかいてんですよって言われて、え、でも俺頭の中起きてんだけどってそれどういう現象なの。体が寝てて頭が起きてるっていう。体が寝てて頭が起きてるって勝手に思ってますけど。え、ってことは何、普段もあれ何、本当は寝てんのかもしれない。寝てないね。起きてんじゃないの普段。わかんないんだよ。だからあれでもね、これはわかった。体は寝てるけど、うん、頭だけ起きてるっていう現象がお医者さんに聞かないとわかんないけど、これあるんでしょうね。だって起きてんだもん絶対。俺考えてんだもん。そんな人には寝てるって。寝てないからって。いや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 、絶対いびきかいてたから。でも寝てないの。そうか、分かんない。だからこれもいや、まあ、だからすごい意識があるってことなんだもんね。意識がある。だって考えてるんだもん、ちゃんと。それがもっとわけわかんなくなってきて、うん、意味わかんないことを考え出すと夢みたいになって寝るのか、そっから寝るというところに入っていくんじゃないかっていうのを、うん、昔寝れない時にすごい研究したんだ、うん、どうやって人間は寝る瞬間のその狭間はどうなってんだろうって。夢めっちゃ見るんでしたっけ。それ明け方の方が多いけどね。だから基本的に睡眠薬飲んで寝る人はカコーンって落ちちゃうから、深い睡眠が 2,3 時間続いて、あとはもう寝れないですよね、うん、ということで、はい、次行きましょう。会長、愛在カレンちゃんのファンクラブがわずか1年で終了してもらったのはなぜですか。分かる範囲で理由を教えてください。全然分かりません。人気がなかったっていうことじゃないですかね。ファンクラブに入る人がいない。だってそれしかないじゃん、はっきり言ったら、うん、なんでですかね。人気がなかったっていうことになるんじゃないですかね。あんまり言いたい話ではございませんけど、はい、じゃあ次行きましょう。会長はまだ朝倉未来のことは好きですか。また彼は格闘家として復活すると思いますか。未来君年末に 2,3 回飲んで、それから今年は会って、うん、連絡だけ取ったけど、好きは嫌いかっちゃ好きだし、別に格闘技で格闘家として復活するか、復活はするんじゃないか、勝つか負けるかは、それは僕は格闘技はプロじゃないからわからない、うん、でも彼はビジネス的にセンスがあるから、うん、いろんな部分で、まあ、ただまだ若いから、待って、あの年齢じゃあさ、俺分かるもん、あの年齢の時俺がどうしてたかってこと、もうイケイケですよ。え、朝倉未来君っていくつなんですか。35、6じゃないの。あ、もうそんな言ってんだ。多分だよ、適当に。へぇ、はい。はい。